はい、今回ですね、日産の新型キックスで全車速のクルコンの方を使ってみます。で、まずはプロパイロットのスイッチ押して、で、セットで、で、今時速83キロで走行しています。遅いんで右側に移動してプラス10、90キロ、でもうちょっとだけ95にセットして、で、前のセダンにスポーツカーですかね、追従しています。これ一回押したら、プラス一回押したら100キロになるんですけどね。スイッチを押すごとに5キロ一気に加減速するんで。で、二つ前の車はかなり遅いんで、70で走行していますね。で、徐々に上がってきて75。で、ステアリングの方もアシストしてくれて車線維持をしています。設定速度は95で、前の赤い車に追従してるんで80キロ前後で走行しています。インフォメーションディスプレイが大きくて見やすいですね。前の車に追従して、で、車線もきちんと認識しています。で、これが車間距離の調整スイッチで、1段階縮まって、で、もう一回押すとさらに車間距離が縮まって、で、これが一番車間距離が短い状態ですね。で、もう一回押すと車間距離が徐々に開いていって、やっぱりどのメーカーも時間かかりますね。トヨタとか日産よりも遅いような。で、これが一番車間距離が取れている状態ですね。で、プラスを1回押しただけで5キロ一気に加速して、で、マイナス1回押しただけでもう一気に5キロ減速するんで、そこら辺どうにかしてほしいんですけどね。で、ちょっとスピード落としてキャンセルを押してしまった。で、またここを押してセット、で、ちょっとで、100キロでクルコン、これ上限何キロなんですかね。新型ノートは上限上げたみたいに書いてましたけど、新型キックスの方はどうなのか。で、この状態で右側に寄ると、左側にステアリングが動いて、
センターによると、ま、警告音と同時にステアリングもアシストしてくれます。右側の方もっと言えば警告音になると思うんですけどね、ちょっと危ないんで。まあ静粛性も高くて見晴らしもいいんで快適ですね。で左側にで90キロに落として、加減速するスピードはかなり速いですよね。ヤリスクロスとかベゼルよりも加減速するスピードが速くて、レスポンスがいいんですよね。で左側にで中央によると、そうですね、インフォメーションディスプレイの方で警告音が鳴って、で警告灯がついて、ステアリングが強めのアシストで、まあ、真ん中を走るように車線を維持してくれます。インテリジェント LI でしたっけ。1キロずつ加減速できないんですかね。やっぱり5キロ一気に加減速するんで、よいしょ、100、他のコンパクト SUV に比べても安定感があって、ハンドル操作も安定してますね。今日は風が強いんですけど、横揺れも特に感じなくて、直進性もあっていいですね。で前のプリウスに感知して95、でこういった時はもうブレーキ踏んで、で左車線、高速でスカーブ80キロ以内に抑えてセット、まあ、そこまで急なカーブでもないんですけど、80にセットして、この道は車線変更できないですね。ロールも抑えられていて、最小回転半径は 5.1 メーターなんですよね。SUV で、まあ、コンパクト SUV って言っても 5.1 メーターってなかなかそこまで小回りが利く車はなくて、車高が高い車に乗ってる感じはしないですね。まあ、車高が高いというと1メーター61しかないですけどね、立体駐車場内にはギリ入らないサイズなんで、そこら辺はデメリットかもしれないですけどね。80キロだとさすがに遅いんで90、本当にハンドルのアシストがかなり強めですね。だからもうほとんどハンドルに手を添えてるだけみたいな感じで、先行車との前後の加減速もアクルコの方はきちんと感知してますし、車線も認識してるんで、こんなカーブでも先行車を見失うことなくきちんと前のフィットですね、 GP1 を感知しています。でキャンセルをして解除、
で、さらにここボタンを押して完全に停止で、はい、ということで今回は日産新型キックスでプロパイロットの方を使ってみたでした。